ミサ曲第1番に単調オッペ26は、オーストリアの作曲家、アントン・ブルックナーが作曲した、ソリスト、合唱団とオーケストラ、オルガンのためのミサ曲である。ジーモン・ゼヒターと夫・キッツラーの下での8年間の勉強期間が終わり、祝祭カンタータや、詩編112番などの商品をいくつか作曲した後、ブルックナーは最初の大ミサ曲として、 このミサ曲に単調を作曲した。作品は1864年9月29日に完成した。1864年11月20日、リンツの旧大聖堂で行われたこのミサ曲の初演は成功した。リンツア・アーツ・アイトング氏の批評では、ブルックナーの公共曲作曲家としての可能性が語られ、ミタン調ミサ曲は、教会音楽の中でも、 最高の部類に入ると評価された。その4週間後には、リンツァー・レドゥー・テンザールで行われた、コンセール・スピリチュエルで、このミサ曲が再演された。レドゥー・テンザールにはオルガンがなかったため、ブルックナーは、クレトの中間部にあるオルガンによる短い間奏曲を、木管楽器で代用した。ブルックナーの思考とオルガン譜は、オーストリア国立図書館に保管されている。 ブルックナーは1876年にこの作品を改訂し、1881から1882年にも改訂している。両バージョンの違いは、主にアーティキュレーションとダイナミクスに関する注釈である。ソプラノ、アルト、テノール、バス、根性合唱フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンに、ティンパに、 弦楽合奏、オルガン全独学賞からなる。キリエ・アラブレーベ、二単調、グロリア,ア・レグロ、二丁調・クレド・モデラート、二丁調・サンクトゥス・マエストソ、二丁調・ベネディクトス・モデラート、都庁調アニュス・デー・マイナス・アンダンテ・クワッシアレグレット、都単調、その後二単調。演奏時間は、約50分。前作の、ミサ・ソレムニスと比較すると、ブルックナーの後期の公共に、 特徴的なクレッシェンドを備えた、より成熟した概念の作品である。ワーグナーの影響は、オーケストラが、舞台設定、素材の開発、ドラマの強化に大きな役割を果たしていることからも明らかです。それを示す一節として、クレドの死と復活の部分があるかもしれません。パシスイセバルチェスエというアカペラの悲痛な響きが、ピアニッシモの木管と金管のコラールに反映され、 弦楽器がエリザレクセットでコーラスが再登場するまでの間、ものすごい勢いでクレッシェンドしていきます。しかし、過去の作品との連続性が決してないわけではない。グロリアのクイトリース、クレドの中心部分、そしてイーズ・クリースタという言葉の信心深さ、カム・グローリアの厳粛さ、マルト・ウォーレムという言葉の恐ろしさなど、いくつかのパッセージは、 すでにミサ・ソレムニスで予見されていたものである。さらに、キリエの冒頭小説の弦のピアニッシモは、紙編146番の冒頭小説にも予見されていた。クレドのクイカム・パトレー・イフィリオは、前景のアファンダー・レギを引用している。紙編112番に見られるリピート構造は、キッツラーの指導によるものであるが、この作品には明らかに存在している。 エインスピリトゥムにおける、クレドの開始主題のリピート、エエクスペクトにおける、デウムデデオのリピート、ベネディクトゥスの終わりにおける、サンクトゥスのオサンナのリピート、そしてキリエの上昇音階、エビタムベンチュリーのリピート、そしてドナノービスにおける、グローリアの風画主題のリピートである。ブルックナーはこの上高音階を、いくつかの公共曲のアダージョやテデウムなどで天国への、 階段として使用していた。ブルックナーがすでに紙幣146番の最初の部分で使っていたこの当地法は、後に公共局第4番のアンダンテで使われ、また公共局第9番のアダージョの人生の別れを予感させるものでもある。ブルックナーは公共局第3番の第1楽章の展開部にグローリアからミゼレーレノオビスを引用している。晩年のブルックナーは、 公共曲第9番のアダージョのクライマックスの前に一種の祈りのようにこの曲を引用している。ノワックはこう書いている。ブルックナーがこのミサ曲を高く評価していたことを示す。最も良い例は公共曲第9番のアダージョでグローリアのミゼレーでモチーフを使用していることであろう。ブルックナーはリンツで過ごした日々の中で謙虚に懇願する6つの4つの和音の並びほど、 人生そのものに別れを告げるのにふさわしい音楽はないと考えていたのである。ミサ曲第1番の録音は続くミサ曲第2番、第3番に比べて少ない。1925年頃にピウスカルトが部分的に録音したものを除けば、1954年に F ・チャールズ・アドラーが自身のレーベル SPA のために録音し、 翌年に発売されたものが最初の録音である。グロス諸般を使用したこの録音では、グローリアのミゼリー・レ・ノービスが合唱団ではなくバスのソリストによって歌われている。また、クレドの感想曲は木管楽器で演奏されている。それから約20年後の1972年、オイゲン・ヨフフムがこのミサ曲を LP に録音した。この作品は他の二つのミサ曲。 紙編150番、いくつかのモテットと共に LP ボックスで復刻された。このボックスは後に CD 化されている。ハンスレ・ロフスによれば、クレットのオルガンによる感想を含む、この録音が今でも参考になるという。ありがとうございます。